戸田市スポーツセンターは、埼玉県戸田市新署にある複合大型スポーツ施設。公益財団法人戸田市文化スポーツ財団が管理、運営している戸田市の公共施設。利用者からは、戸田スポ、スポ線の愛称で親しまれている。戸田市スポーツセンター、戸田市スポーツセンター屋内、屋外に多くの施設、設備を備えている大型スポーツ施設。平日休日ともに、 多くの利用者で賑わっている。地元のスポーツ大会や全国規模のスポーツイベントの会場としても使用されており、陸上トラックでは近隣の中学校、高等学校の陸上部が休日などに活動している。また、オープンから間もない時期に当時の交代子秋人親王、道子妃がこの施設を訪問している。女子体操選手の育成に力を入れており、 菅原リサなど過去多くの日本代表選手を輩出しており、名門クラブの一つとなっている。多くの女子児童が日夜練習に励んでいる。設備によっては利用するにあたって予約などが必要なものもある。また大会開催時には個人利用が禁止される設備もある。温水プールと別の野外のプールは夏シーズン時だけ使用される。なお、 国内プールは危険性のある箇所が発見されたとして、現在は休止中であり、建て替え前提で検討中である。体操教室やプール教室などもやっている。ありがとうございます。